どうもこんばんは、加瀬祐介です。はい、今日はですね、2021年6月の10日ということで、ロマンシングサガリユニバースの 2.5 周年のイベント中というところなんですけど、今日更新があった、新しいガチャ2つ来てます。その2つをですね引いていこうということで、今撮っております。早速なんですけど、目標を、まずお話しして、でその後ガチャを引いて終わりと、まあそういういつもの、ガチャ動画をやっていきたいんですけど、まずですね、あの左上のジュエルの数、12万9000ということで、前回かなりいい引きをしましたから、まあ12万以上のジュエルが残っていて、でまた多分、まあ、発表によればですね、これから最低でも1万は多分くれるんじゃないかっていうような言い方をしているところでもありますし、多分いろんな、まあそうですね、総合的には1万以上はまだ、ゲットできるかなという、そういう、まあ、予定ですね。で、まあ今回2つ来てまして、でその2つの目標をまずお話ししなきゃいけないんですが、今のところですね考えているのがこの西洋復刻ガチャですね。これは、まあ、要するにこれ2つとも欲しいなと思っています。で最悪西洋だけ、になるかなと思ってるんですけど、150連指定の西洋しか取れなければもう諦めると、でクローディアが出た場合は西洋を取って2体ゲットっていう、そういう流れでいきたいと思います。そしてこっちですね、こっちの方は、4体の新キャラのうちの1体だけ取ったらもう終わりっていう、撤退っていう、そういうのにしたいと思います。で、ガチャ動画いろいろ出してきましたけど、このロマンサガリユニバースのガチャ動画っていうのは基本的にはですね、新キャラの被りを当てるっていうのが一番怖いというところだというふうに結論付けましたので、まあ、4体のうちの1個を取るっていうのはそんな難しくないと思います。最低でもですね、まあ、1体取るというのは非常に簡単です。で2体取るとこまではなんとかなるんですけど、3体目4体目っていうのが非常に闇になっているというか、まあ、そういう風に考えれるのかなと思ってますんで、じゃあこの4キャラのうちの1体でも取れればそれで撤退っていうのであればですね、まあ、おそらく1万ジュエルからまあ大体2万ジュエルの間に大体終了できるかなっていう予測になっています。だから最初にこっちを引こうかなと思います。要するにですね、コンプを狙ってたらきついというイメージですね。で今度こっちなんですけど、これはもう2体がピックアップですから、まあ、うまくいけばですね70連以内ぐらいに西洋が1体出ればもうそれで撤退したいかなというところですね。まあ、正直なところですね、なんだかんだ言って今回のガチャ結構欲しいといえば欲しいんですよね。どれも欲しいといえば欲しいんですけど、やっぱりある程度我慢しなきゃいけなくて、で、まあ、12万っていうジュエル数はセーフティーな数字ではないです、正直ですね。ということですから、セーフティーではないので、あんまり余裕をかましていたら後が続かなくなってしまうということになりますので、今回は、まあ、こっちをメインにしようかな、西洋の方をメインにしてこっちを先に引いていきます。この4体のうちのどれか1個でも出ればそれで撤退という風なイメージです。もし10連で1体出たら20連目以降普通にやります。で、20連目以降でもう1体出たら終わりっていうイメージにしたいと思います。さあ、いろいろ言うのはあれなんで、とにかく12万9000あるから、そうですね、最低でも、そうですね、最悪の場合今日のこの2つのガチャで、まあ、8万ぐらいにはなるのかなというイメージですね。はい、ちょっといろいろ喋ってまいりましたけども、あ、欲しさをパーセンテージで一応表しておきますと、この娘の頃のダーハオがだいたい6割ぐらいですね、 60% で、トゥークアイ、まあこれは 30% ぐらいで、イーブリンも 40% とかそのぐらいで、ゼノンも 40% とかそのぐらい、まあ、だから強いて言うならダーハオかなっていうところですね。まあ、でも正直どれが当たっても、まあ、1個しか取れないっていう選択肢なんで、どれが当たってもいいかなとは思っています。さあ、じゃあ引いていきます。まず
10連です。あ、鬼面相出ました。鬼面相なんで、ちょっと確率はあるかなと思いますが、さあどうかな。とりあえず10連目です。はい、ダメでした。10連目爆死で20連目、あ、鬼面相ですね。あんま信用できないということが分かりましたんで、20連目。これは普通にすり抜けが全然あるので、あー、20連ダメでしたね。なんかちょっと微妙です。ちなみに今回は1体出るまで引き続けますんで、これで150っていうのはかなりきついですけど、30連目。はい、ゼノンが出ました。ゼノン。はい、ということで、今回はゼノンで撤退かな。30連でゼノン撤退。まあ、ぐらいじゃないかな。これはもう想定通りですね。はい。ということで、30連回しました。ゼノンが1体出ました。ここで一旦止めておきたいと思います。さて、次です。こっちが今度本命ですね。で、これは、聖王は絶対取りたいです。聖王はもう欲しさ 100% になってますんで、聖王絶対取る。で、クローディアも正直言って 80% ぐらいの確率で欲しいです。だから、そうですね、30連以内でもしクローディアか聖王が出れば、もう天井まで回したいと思います。30連以内にクローディアか聖王が出たら最後まで行きます。で、最悪150回して1体だけ取ると、そういう感じですね。まず10連目から、はい、ダメでした。はい、次です。さあ、20連目。まあまあ、早々出ないということは分かってるんですよね。20連目です。あー、ジェラールね。ジェラールはいりません。はい、20連目はジェラールが出ました。これもう完全に外れ枠になってしまった。ジェラール本当に好きなんですけどね。なんかこう完全な外れ役になってしまったのはちょっと残念ですけど、ジェラールが出ました。30連目です。まあ多分そうそう出ないと思うんですよね。今回の聖王とクローディアもう超大当たり枠っていう感じなんで。あ、爆発出ましたね。これで SS 確定なんですけど、またジェラールが出るんじゃないかなというような気が。ああ、またジェラールですね。これは、何歩かな。40連回してジェラール2体。最近結構言ってることが当たるんですよね。はい、50連目です。50連で、そうですね、ここでもし出れば2体取ってもいいかなと思うんですけど、出なければ、西洋だけを狙って、そうですね、もう西洋だけを狙っていきます。もうその間クローディアが出てくれればいいなという、そういう引き方ですね。まあ、これからはですね、あと100連あるんでクローディアを狙っていく感じです。てか、まあどっちが出てもいいです。どっちが出てもいいんですけど、とりあえず必ず一体は取りたいというとこですね。一体も取れないというか、結局天井で一体しか取れないということはもう覚悟の上で、進めていきます。何倍だかな、60連目か。でももうこれでジュエルがもう厳しいな。やっぱり厳しいですね。全然出ない。まあまあ、そんなもんかなとは思います。ここはもうどうもなんないんで、80連目回しました。ところで、これ交換はちゃんとできるんだろうかというのがちょっと怖くなってきたんで、これで何かの間違いで交換できなかったら最悪なんで、大丈夫ですね。はい。ということで、交換はできますんで、今80連回しております。そして、これから90連目を回します。さあ、クローディアか聖王。まあ、クローディアが出てくれるといいですね。はい。これは、ブルーかな。ブルーが出ました。まあ、完全に外れですね。というとこですね。まあ、いいんです。これはもうどうせ、もう天井行くことはもう分かってましたんで。
あ、クロディアか、出ました、出ました。これは期待が持てるんじゃないでしょうか。2体確定なんで。これは聖王ですね。聖王ゲット。もうここまで回して聖王ゲットということは、クローディアまで行き着きたいと思います。もう1体出る。もう1体出るんで。聖王2体パターンね。これがクローディアだったらめちゃくちゃ嬉しかったんですけどね。まあでももうここまでですね。いや、待てよ。まあでももうこれだ。ここまで来たならもうクローディアまで取った方が無難です。でもまあどうしようかな。ここでやめると9万残せるんですよね。ここでやめると9万残せるので、クローディアがそこまで絶対かどうかという話になってくるんですが、実はクローディアは、1体、弱いのを1個 SS 持ってるんですよ。で、100まで回して、あと1万5000使ったら、まあいいか、もうやるか。ちょっと悩みどころですね。どうしようかな。クローディアまで取るか。ということで、まあちょっと今回は天井クローディアで締めたいと思います。まああとはもう何が出てもいいんで飛ばします。あとは何が出てもいいんで、とにかくクローディアをゲットする回にしたいと思います。なんか SS 出ました。あ、じゃあクローディアは出るかもしれない。クローディア出ませんでした。けども結局ここまで回したんで、もう別にクローディアがここで取れようが取れまいがもうほとんど変わらないという感じですね。SS は出てないですね。あと2回回さなきゃいけないです。2回。やっぱ相当使いますね。SS は出ていません。これでラストです。結局13万ぐらいあったのに、もう7万。150回しました。グレイが出たようですね。ということで、150溜まりましたから、ここで、ちょっと間違えないように、確実に、ここでクローディアのスタイルを確実にゲットして、ここで終わりにしたいと思います。ということで今回は西洋ガチャで150連してしまいましたというガチャになりましたが、ちょっと、これは多分もったいなくないと思います。まあ西洋を取るまでに100連どうせかかりましたんで、まああと50連回してクローディアまで取ろうかという、そういう選択肢は、まあ、全然ありなんじゃないかなと思いますんで、最後まで来ましたというところですね。やっぱりガチャは結構ジュエルを使うと 結構熱くなりますねというところで、まあ、今回は以上にしたいと思います。皆さんも、参考にしていただければいいなと思いますし、まあ、とりあえずですね、今から制圧戦始まるんで、まあ、普通に一プレイヤーとして楽しんでいきたいかなと思います。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。